皆さん、こんにちは。 CDH 会計事務所の YouTube チャンネルにいらっしゃいまして、ようこそ。今日もありがとうございます。講師の藤本光でございます。今日もよろしくお願いします。今日はですね、4回目ですね、長いスパンの永住権を考えるというところでですね、お話を差し上げたいと思います。今回はですね、この、ダイアグラムの中のこの出国税と、もう何年もずっとアメリカの方にお住まいの方が必ずフェイスというか直面されるイシューのですね、出国税ということに関して基礎知識を、差し上げたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。永住権放棄、出国税等の規制ということで、まず最初にですね、自分がカバードエクスパートレートになるのかならないのか、カバードエクスパートレートっていうのは、その出国税をトリガーする、いわゆる一つのクラスということでございまして、その条件に、条件を満たした場合にですね、カバードエクスパートレートになって、特殊な事象が起きてくると、そういうことなんです。で、自身がカバードエクスパートレートになるかならないかを知るということで、最初はですね、8年ルールというのがございます。1年の1日でもグリーンカードを持ってらっしゃった年があった場合は、それは1年と数えてください。で、グリーンカードを放棄する年ですね、放棄する年から15年遡って8年以上グリーンカードを持っていた年があった場合は、その最初のこのハードル、8年ルールっていうのをクリアします。で、8年ルールをクリアしない方、つまり7年しか持ってなかった、6年しか持ってなかったっていう方は、もう絶対カバードエクスパートレートにはなりませんので、ご心配しないでください。で、この8年ルールというのを満たした方というのは、今度は3つのですね、3つのルール、条件の1つでも合致した方は、カバードエクスパートレートになってしまいます。1つがこの2ミリオンルールということで、これ今から、簡単にご説明しますんで、よく聞いてください。これは1人ですね、ご家族、ご夫婦2人でということで、1人で2ミリオン。それがまず1つ。2番目が全世界の資産で2ミリオン。それから3番目がですね、ローンなんかあった場合はそれは引き算できると。つまり資産を減らすことができる。つまり純資産ということなんですよね。ネットアセットが2ミリオン以上ある方は自動的にカバードエクスパートレートになってしまいます。これ全世界の資産の対が対象です。5年間の連邦税法コンプライアンスルールということで、過去5年間永住権を放棄する年から5年間遡ってですね、フェデラルインカムタックスのルールを守っていたか守っていなかったのかという、そういう疑問、質問になります。で、これで守っていればもちろんこうクリアということでですね、問題ないんですけれども、守っていなかった方、例えば海外の銀行口座を申告してなかったとか、親から10万ドル以上の相続があったのにリポートしてなかったとかですね、そういう方は2ミリオンにならなくてもですね、自動的にカバードエクスパートレートになってしまいます。次にですね、5年間の連邦税額ルールということで、2019年のレベルでは確か16万8千ドルだったと思うんですよね。IRS に毎年平均で16万8千ドル以上過去5年間支払っていた方、ほとんどの方は16万8千ドルにはいきません。60万ドルぐらい所得がないとですね、16万8千ドルにいきませんので、そういう方もカバードエクスパートレートになってしまいます。はい。じゃあ次にですね、今度はカバードエクスパートレートになったらどういうことになるのというのを基礎知識をご連絡します。一番最初は出国税ですよね。みんな、国を出ることに対する税金ということで、こちらの、ミスというか、皆さんがよくわからない点というのは、これは含み益だけにかかります。資産、総資産に全部かかってくるわけではありません。つまり放棄する日、本当は放棄する前日って言うんですけども、放棄する日の時点でのですね、資産をもしその日に全部売ったとしたらどのくらいのキャピタルゲインがあるのかというのを計算して、その計算に
すぐにかかってくるわけでもなくて、72万5千ドルの控除があって、それ以上のものにかかってくるというのが出国税、英語で言うとエグジットタックスということになります。あと2つ覚えておいていただきたいことはですね、 401K に関しては特別な税金のやり方があります。 401K のバランスっていうのは2ミリオンの計算には入れるんですが、出国税の対象にはなりません。その代わり 401K を引き出したときは自動的に 30% の強制的な源泉というのを受けなければいけません。これが本当であればですね、日米租税条約を使ってですね、0% にできるんですが、カバードエクスパートレートの場合はその運転が取られてしまってできませんということです。で、その最後のポイントとしてはですね、 IRA などイニビジュアルリタイアメントアカウントなどを持ってらっしゃる方が、トラディショナルな IRA ということですけども、グリーンカードの放棄をするときにはですね、放棄する日に、具体的に言えば放棄する日のが最終日の税務申告というのを翌年の春ぐらいにしたときに全額ですね、税金がかかってくると。現金化してなくてもそこで税金が全額かかってくると。この3つのポイントがカバードエクスパートレートの影響になります。じゃあもうちょっと具体的にですね、分かりやすいようにダイアグラムで示してみました。ちょっとリピートになりますけれども、カバードエクスパートレートと判定されると全世界の資産のキャピタルゲインの計算と課税が起きます。しかし、この灰色の右の上の方、左の上ですか、72万5千ドルまでは無税ですので、それ以上のキャピタルゲインに対して課税されるということなんです。で、これはキャピタルゲインの税率がかかってきます。それからですね、ロスの場合はですね、ロスの資産というのはちょっと別にしますんで、それはゲインの資産と相殺してということはできません。それぞれの資産で元に計算をします。で、ちょっと下に下がってですね、 401K の方は繰り返しになりますけれども、 30% の強制的な源泉をされてしまいます。だから10万ドル引き出そうと思ったら7万ドルしか自分の手元には来ません。3万ドルが IRS の方に行ってしまいます。これは租税条約の特典を放棄しなさいというか、放棄を求められるからでございまして、カバードエクスパートレートの場合は、インカムタックス・トリーティーというのが運転取れません。それから最後にこの青色のところの IRA が、IRA 等ということで、 IRA の他にヘルスセービングアカウントであったりですね、セクション529であったりというのもあるんですが、そういうものがですね、全額課税されてしまいます。これがカバードエクスパートレートの税制ということになります。ご理解いただけたでしょうか。こちらは弊社のディスクレーマーでございまして、こちらが CDH のプロフィールです。何回も見せてもう見飽きたよというふうに言わないでいただきたいなと思いますが、こちらが僕らの連絡先でですね、YouTube チャンネルもあります。当然これ YouTube のチャンネルで今出してますんで、見ていただけてると思いますけれども、ウェブサイト、チームメンバーの E メールアドレス、代表の電話番号ということで、何でもご質問があればですね、ぜひ投げてください。私ども知ってる範囲でですね、どんどんお答えするようにしておりますので、皆さんのお役に立てれば幸いです。以上です。今日どうも皆さんありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼しました。Thank you.